一応オブザーバーバですからねどんな話してるか聞かせてもらいますってだけでね日本の商業捕鯨の話が書いてありますからね読みますよ日本は今回投票権のないオブザーバーとして IWC 総会に参加する国際海洋法条約は捕鯨を含む鯨類の利用について適切な国際機関を通じて活動するよう求めている日本は IWC から脱退したものの他に適切な国際機関がないため政府はオブザーバー参加することでこの要件を満たすと主張している一応オブザーバーですからね どんな話してるか聞かせてもらいますというだけでね別に規制だと日本脱退したんだから何の制限もないわけ自由にやりますからねっていうね破産するんですねみたいなね感じでね見に行くということですからね水産庁は9月捕鯨に関する自民党の会合で2024年をめどに新たな芸種の漁獲可能量を設定することを目指す考えを示した現在は3種類に限られている捕獲の対象が増えることを意味する政府は脱退後ミンククジラ、ニタリクジラ、 イワシクジラの3種に限って日本の EEZ 内での捕獲を認めてきた商業捕鯨は再開したものの南極海での調査捕鯨ができなくなったことで脱退前と比べて漁獲量は大幅に減少している IWC 脱退でねこれから日本も EEZ 内でとるんだちょっと北極で取れなくなったっていうことでちょっと日本はね煽りを受けてるんですけどもいやもうもうどんどん 取って食べればよろしいだってほらコジキに出てきますでしょクジラって神様からのプレゼントなんですよ徳のある方はやっぱクジラに遭遇するわけですよなのでコジキにも出てくる大変縁起のいい生き物なんですねありがたいありがたいと言いながらですねクジラをいただくというですねちょっと IWC 早く破綻しないかしらそうすればですね日本ももっとね幅を利かせてねほら今日本がさオーストラリアと仲いいじゃないかオーストラリア人食べてもらってちょっと一緒に ホゲしない誘って。 ってみたらいいいいんじゃないかなかや、カンガルーなんか食べてる場合じゃないですよ。オーストラリアと一緒にね、共同して捕鯨船出すとかね。そうするとだいぶ、ほら、北欧のうるさいとことか、ちょっと美味しいステーキ食べさせるかって食べさせて、バカ野郎、それクジラ出せみたいなね。<laughs> それをちょっとですね、やりたいですね。ただ、あんまり美味しいのがバレちゃうとね、イワシみたいなことになりますから。あんまり、ほら、中国にはバレない方がいいかもしれませんね。中国人がね、これうまいって気づくとね、大変なことになりますからね。内緒でね、ちょっと日本とオーストラリアでやってほしいな。 と思いますけれどもね。